でもこういう思い、この地球上に生きている限り、いつもこの風景の中、皆さんが通ってきた街に本当に後世に私たちが体験したことを伝えていく、これでないと本当の防災の伝わり方は不可能だというふうに思っております。そして私たちの活動のやっぱりベースになっているのは、何といっても町内でですね、1000名近くの方が犠牲になっておられます。でこの1000名の方の犠牲の上にですね、この無念さ、あるいはこの方たちの死をやっぱり無駄にしたくない、まあ 100% とまではいかなくとも、私たちの少人数でできる限りのことをですね、語り伝えていこうと、これが私どもの、まあ、一つの使命というふうに考えてきますと、自分の語るこの辛さ、あるいは思い出したくもない出来事をやっぱり乗り越えてですね、全国の皆様に現実を知っていただきたい、そういう気持ちでいっぱいなわけでございます。で私たちが一番やっぱり恐れているのはこの風化することでして、ぜひ皆様に現場で今どのような状態になっているのか、あるいはその現場の被災地の人たちは今何を考えているのか、ぜひその目で、あるいはその耳でですね、被災地に足を運んでいただいて、ぜひ聞きに来ていただきたいと思っております。私たちはこちらの方に来ていただける、足を向けていただけること自体がですね、私たちの復興の力になるんですね。